イベット・ショビレ、イベット・ショビレは、フランス・パリ出身のバレエダンサー、バレエ教師である。優雅な容姿と、高度な技巧を合わせ持ち、20世紀フランスにおける、最も優れたバレリーナの一人に数えられている。ルドルフ・ヌレーフは、彼女のことを、レジェンドと称した。10歳で、パリ・オペラザ、バレエ学校に入り、ポリス・クニア・セフとビクトール・グソフスキーに指示。その後、 セルジュリファールに学び、以後もそのキャリアを通じて、指導と助言を受け続けた。1929年に、ジャンヌの扇で、初めてソロを踊り、1934年に、パリオペラザのコールドバレーとなった。その後まもなく、カドリーユとなり、翌1935年1月に、コリフェに昇進。1936年にリファールの、裸の王様を初演し、 スジェに昇進した1937年には映画白鳥の死に出演。翌1938年にプルミエランスウールとなり、1941年12月にリファールが彼女のために振り付けたイシュタルの初演後にエトワールに任命された。ショビレはほとんどの古典作品で重要な役柄を踊ったが、ジゼルのタイトルロールが最も代表的な作品である。また、 彼女は、オペラ座のエトワールでありながら、恩師のボリス・クニア・セフとのコラボレーションも継続し、ラレジェンド・ジブーロや、ピッコロのような新作も発表した。リファール作品も、白の組曲、音楽劇など、数多くを所演している。1946年にリファールが、政治的な理由で、オペラ座を追われると、処理でも彼に従い、同年から1947年にかけて、 モナコの新モンテカルロバレダ団で踊った。1947年オペラ座に復帰し、リファールのミラージュを初演して大成功を収める。1949年、ビクトールグゾフスキーのグランパクラシックを初演した後再びオペラ座を離れ、ミラノスカラ座に移る。数年後、彼女は英国ロイヤルバレエに招かれ、ルドルフ・ヌレーフと踊った後パリに戻った。 1955年、ジョン・クランコの美しきエレーヌを初演。1957年には、クゾフスキーがベルリンバレーで初演した椿姫でマルグリットを演じた。1972年、当たり役のジゼル、品種の白鳥を踊ってオペラ座を引退。その後は、オペラ座、バレー学校、パリ国際ダンスアカデミー校長などを務め、シルビー・ィエム。 モニクルディエール、マリー・クロード・ピエト・ラガラ、エリザベット・モーラン、イザベル・ゲラン、ドミニク・カルフーニといったエトワールに、自らの知識を伝えた。時折舞台にも出演し、1985年には、ヌレフ版、ロミオとジュリエットで、キャピュレット・プジンを演じた。また、彼女は、ミラノスカラザでのジゼルの再演の際には、振付も手がけた。1998年には、 80歳記念柄が盛大に挙行された。今日では彼女はフランスで最も偉大なバレリーナの一人と考えられており、プリマバレリーナアッソルータの称号を送られた数、少ないエトワールダンサーの一人でもある。ショビレは優れた画家でありオペラ座の舞台芸術も手掛けた、コンスタンチン・ネポと結婚した。ありがとうございます。